どうも皆さんこんにちは。人生で心霊スポットに行った回数は100を超える霊夢です。巫女のすることじゃねえだろ。ということで今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。今回はポートロイヤルで遊んでいきます。ポートロイヤルといえばロイヤルホストの親戚だね。ロイヤルしかかかってねえじゃねえか。今回はポートロイヤルにロシアのクセモノミサイルとクセモノ艦砲を装備して遊んでいきます。どんな編成にするんだ？まずはミサイルには装填と弾速が遅いけど火力最強のグラニーと、そして四方には近距離特化の三段砲を持ってきました。マジでクセモノ編成じゃん。この編成にすることで完全に近距離特化型の艦艇が出来上がるわけですね。逆に言えば近距離以外全部ダメだけどな。最近流行りの濃いメンツで集まった的なノリの編成です。そのワード言うほど流行ってないぞ。私の家庭ではまだ流行ってるんですけどね。家の中でよく使われる言葉は流行ってるとは言わねえよ。まあ私一人暮らしなんですけどね。全く流行ってねえじゃねえか。流行りっていうのは乗るものじゃなくて作るものなんです。なんか名言っぽいけどお前が言っても説得力がない。だから私は今後女子高生の中でこの編成を流行らせていこうと思います。そもそも女子高生このゲームやってねえよ。では装備も整ったので試合開始。今回の手法は遠距離だとまず火力が出ないので近距離戦に持ち込みたいところですね。遠距離だと弾がばらけてダメージにならないんだよな。いくら近距離型といっても索敵しないことには一方的に攻撃されかねないので索敵します。敵チームには強襲空母がいるからそれの索敵も来てるな。戦闘機を撃墜するなんて凄腕パイロットの私からすればヘリでも余裕ですね。俺はうるさい生えようとしてくる。どこの液体スネークだよ。一番最初に車線が通ったのは敵強襲空母のエンプラ。早速空母に車線が通りましたが今回の編成だとこの距離ではあまり火力が通りませんね。すでに公開している現状です。このくらいのことやる前から予想ついてる話だろ。いやこの編成もリクエストだから私のせいじゃないんで仕方ないです。また視聴者に責任を押し付けやがった。しかし空母と車線が通ってる位置はもったいないのでこの位置のまま攻撃。意外とミサイルは刺さってる感じあるな。グラニートは数があれば命中するミサイルだからね。その中でも一発でも当たれば6万くらい削ってくるできる子です。もはやグラニートとは呼べないね。別にそういう意味でグラニートって名前なわけじゃないから。それに加えて三段砲はほとんど火力になっていませんね。発射する弾に核でも積んでで直してくるべきですね。いろんな意味で危ない兵器になりますよ。敵のミサイルが数多く飛んできていたので一度隠れてやり過ごします。今は車線が通りやすい位置だから敵の攻撃も飛んでくるしな。エンプラはもう少しで撃沈できそうな感じで少しもったいないですが一度攻撃を諦めます。あやっぱ撃沈できそうだからやっときます。いつもの行き当たりばったり戦術。遠距離だから当たってもダメージは4000もありません。10分の1グラニート以下の火力です。グラニートって単位だったの？もちろんそうですよ。大学の卒業には必要不可欠な存在です。単位ってそっちの話かよ。敵エンプラは沈んでくれましたが自チームの方が私以外の生き残りは潜水艦しかいない現状。すでに壊滅状態なのくさ。そうなると安易に味方から離れて近距離攻撃をすることが叶わなくなりました。試合開始2分以内にこの船の長所消されてるのくさ。いやこの三段砲にはまだ使い道がありますよ。何の使い道があるんだ？こんな感じに目の前の邪魔な氷を破壊することができます。草刈り機レベルじゃねえか。氷を破壊して見通しの良い光景になりましたね。なんということでしょう。いつから劇的ビフォーアフターが始まってた。おそらくここで待ち構えていたら敵が突撃してくると呼んでここで待機。待ち伏せが今一番近距離戦に持ち込みやすいかもな。実際三段砲が近距離だと結構な火力が出るので期待は十分できます。例えて言うなら競馬でオッズ戦くらいの馬にかけるようなもんですね。期待感皆無。予想通り敵が姿を現しましたね。だけど近距離としては微妙な距離だな。すると敵の魚雷が発射されましたね。迎撃装置のないこの船は逃げることしかできないので急いで方向転換します。スーパーのタイムセールが迫ってる感覚で急いで船の向きを変えます。魚雷が迫ってきている割には緊張感がなさすぎる。はい間に合わずに撃沈されました。結局撃沈されてるじゃねえか。1戦目は惜しくも敗北しましたが2戦目は今の反省を生かして戦いたいですね。全然惜しくなかったですよ。2戦目は索敵中からスタート。動画構成適当すぎない？このマップは入り組んでいて近接戦になりやすいので今回の編成は結構戦えそうな気がします。今日朝のテレビの占いでもいい結果出てたし。どんな占い結果ならこの試合でいい結果出そうだと思えるの？モダンウォーシップスのゆっくり実況者はロシアのクセモノ編成でアイスランド諸島だとものすごい戦果が出るって結果です。そんなピンポイントの占い結果が地上デジタルで流れるわけねえだろ。残念だが地上デジタルじゃないからそういう結果もありえるんですよ。いやスカパーとかでもそんな結果は出らんだろ。スカパーではなく地上アナログです。アナログ放送でも放送内容は地デジ何も変わり。今でもアナログ放送見てるの？もちろん占い結果に対して多少なり自分の解釈を乗せてこのゲームに適用しているんですけどね。どんな占い結果の解釈をねじ曲げたらお前の結論に至るんだよ。シンプルに星座占い1位でした。もはや解釈の話じゃなくて捏造レベルじゃねえか。敵な被目と車線が通ったので攻撃開始。こんなに入り組んだマップなのに結局遠距離戦になってますね。だけど左斜め前に別の潜水艦が来てるぞ。潜水艦に近づかれても潜水状態だから攻撃手段がありませんね。ここは一度逃げた方がいいな。現状まともに戦える相手がいないので逃げます。しかし潜水艦が追いかけてくる気配があるな。いや多分大丈夫だと思うよ。私の後ろについてきている味方がいるから敵潜水艦は味方を狙ってくれてると思うので。分かってるなら援護行け。山陰の場所からナヒモフを攻撃できる場所をゲット。せっかく山の近くなのに結構全体はみ出してるけどな。私の存在って大きいからどうしてもはみ出しちゃうんだよね。カッコつける暇があるならさっさと隠れろ。結構な数のミサイルが来てるので交代。弱も使ってしまってるし、あの数は防空では防げないな。ほとんどのミサイルが命中して結構体力持っていかれました。これが飽和攻撃というやつですね。これに対応するには敵基地攻撃の
暴力的な意味であの船を潰すとかなさそうですね。お前がそもそも下手に飛び出さなければいい話なんだよ。いい感じに山の傾斜を利用できる場所を確保。この場所だと飛行は使えないがミサイルは使えるな。加えて敵の魚雷も回避できるポジションです。結構な安全地帯だな。敵がミサイルを撃ってこない感じ。ロックオンもできてないのかな。私たちが山のふもとにいるからロックできない状態なのかもな。なんという最強ポジションでしょう。この場所さえ知ってればこのゲームの大会で優勝できてたかな。そういうのはせめて参加した人が言うセリフだから。とりあえずこの安全地帯で攻撃し続けます。地方は使えないけどこの距離だとあってもなくても同じだから別に問題ないよね。お前舐めとんのか。しかもこの船の場合ミサイル枠が3つだから結構刺さってくれる。結構グラニートと相性のいい関係かもな。これで地方がモナークだったらなお良かったのにね。そろそろなっけど。あと気にすることといえば間にいる潜水艦だね。潜水艦はいつ近づいてきて攻撃してもおかしくないな。できれば今狙っているナヒモフを沈める前には他の敵と戦いたくないとこですね。さすがに多くの敵を相手する余裕はないからな。現状今生き残ってる味方は全員私の近くにいるのでこの場所だけで言えば数的有利があります。生き残ってる味方の数は1隻です。応援に来たぞ。数的不利になりました。敵がどんどん私のところに集まってきてますね。私ってそんなに人気者だっけな。敵が集まってきてるんだから人気とかそういう話じゃねえだろ。しかしこちら側にはまだ血のりがある。その割にはどんどん体力減っていってますよ。うん、この状況絶対まずいよね。ちょっと私は逃げるからあとは頼んだぞ味方。一番最悪な絶対の仕方。おそらくこの味方はしんがりとして参加してきてるので敵在敵所です。その味方もお前と一緒に逃げてるけどな。お前何敵前逃亡しようとしてんだよ。絶対お前が言えたセリフじゃねえだろ。ここは左カーブだとすれば左を走ってる私がインコース有利。なんで味方と逃亡レース始めてるの。ここで味方は撃沈されたのでレース脱落。優勝者は私となりました。これ何の試合が始まってるの。今私に近づいてきてるポートロイヤルも撃沈間近。この距離だし今こそ三段砲の火力を見せつける時じゃないか。間に合いませんでした。ということでどうだったでしょう。ロシアのクセモノ編成。近距離が得意な人ならいけるかも。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録していってください。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。それではご視聴ありがとうございました。